俺の区間は AWM。はい、どうも、スコレです。今回はですね、お話ししていきますのが、皆さんですね、KOF コラボが来るというふうにですね、結構最近は噂されておりますね。それもかなり最近はそういった感じの動画を出していることもあるんですけれども、今回お話ししていきますのが、KOF コラボで皆さんが一番待ち望んでいるのは、KOF のクゴだと思います。これがですね、次来た時に、本当にその金券でまた販売してくれるのかどうかですよね。進撃 M4 がやっぱりですね、販売されなかったという経緯がございましたので、そこが実際されるのかされないのか、される理由とされない理由、そしてですね、どこを見たらその実際ですね、されるのかされないのかっていうのを判断できるかっていう部分を今回は解説していこうかなというふうに思います。それではやっていく。はい、というわけで話していくわけなんですけれども、KOF コラボの方ですね。ずっと、TikTok とかで噂されてますね。今回は僕ちょっとデータが見当たらないんで、なんとも言えないなっていうところなんですけれど、一応そのように言われていることが最近は多いですね。やるとしたら第4弾になるわけです。KOF、やっぱり一番人気なのは、クゴ式ですね。はい。キルボイスがあるっていう部分で、ものすごく人気のある、重機スキンという風になっているわけなんですけれども、そんなですね、KOF のクゴ式、これがですね、ずっと皆さん気になられているのが、やっぱり冒頭でも言いました通り、進撃の M4 が金券販売というのはされなかったじゃないですか。これがされなかったことによって、KOF のクゴの方も次実装された時に再販されないんじゃないかっていう、そこをですね、危惧されている方っていうのは、ものすごく多いと思うんですよね。そこでですね、実際その販売されない理由と販売される理由についてですね、まとめていこうかなというふうに思います。まずされなさそうな理由ですね。一つ目は、ずっと言ってます通り、進撃 M4 が再販されなかったからっていう部分ですね。はい。正直、ガチャに入っている KOF のクゴ式も確率前回 0.4% と金銃スキンの中でも結構いい方でした。ガチャからも出なくもないかなぐらいの確率にはなっているんですよね。2万円3万円ぐらい引いたら出るよねぐらいの確率になっているわけなんですけれども、一応そんな感じでガチャにもそこそこな確率で封入されているからこそ、運営からしたら課金額も稼ぎたいわけなんですよね。一人当たりが500行動に入れてくれるお金の額っていうのも稼いでいきたいと、そのように考えている中で単価を上げさせるにはやっぱりクゴ式をですね消すっていうのが一番効率がいいんですよね。KOF コラボが来てほしいなというふうにずっと思われていた方、イコールクゴ式が欲しいなというふうに思われていた方が、ほぼほぼだと思うんですよね。全員ではないですけれど、ほぼほぼだと思います。そんな中で一番そのコストパフォーマンスのいいですね、課金額の上げ方っていうのは、やっぱり金券販売をやめさせるという部分、ここに尽きるかなというふうに思いますので、まず来ないという理由に関しましては、これがあると思いますね。もし、KOF コラボが来て、そうやってですね、金券で買えなくとも、ガチャ回した時の交換の方で手に入るみたいな、例えばマントと同じような2万円ちょいぐらい回したら手に入りますよっていうシステムにすれば、少なくともいろんなプレイヤーに2万円ちょいぐらいは課金させることができるわけじゃないですか。そういう風に考えますと、十分にあり得る仕様追加なのかなっていう風にそこら辺に関しましては思いますね。で、次ですね、販売される理由の部分ですね、これをお話ししていきましょう。それはですね、前回進撃 M4 が販売されなかった時に、ギンナーさんがですね、一人のプレイヤーさんに対して、DM で話の方をされていたそうなんですよ。で、その DM でのトークというのがですね、結構出回っておりまして、ギンナーさん曰く、ちょっとこれはおかしいですよねみたいな、進撃 M4 がやっぱ売られていないっていうことは単純にその課金する人も減っちゃうと思うんで、ちょっと部署の方に問い合わせてみますという話をされていて、そうやって社員の方からもワンチャンその聞いてみるみたいな、そんな話っていうのがスクリーンショットとして出回っていたんですよね。で、そこに関してはやっぱ思うのはですね、普通にそれのために課金準備をされていたって方が多いと思います。で、来なかったからこそ課金しなかったという人も多いと思います。ですので、社員から見てもちょっと売り方としては微妙なのかなっていう部分があって、提言して次またこうやってクゴ式 KOF のクゴ式が再販されるタイミングで、次こそは金券で販売するっていうですね、売り方的にはそっちの方が課金してくれる人も多くなるんかなっていう気もしますし、前回のその KOF 第3弾のコラボレーションの中でも、やっぱりです、あの時期っていうのはものすごく課金要素っていうのは続いて、少し販売としては良かったっていうのがあったと思いますんで、また KOF を持ってくるという風になった時は、いろんなユーザーに課金させる手段っていうのを講じないとですね、どうしても KOF コラボ第4弾におきまして、いろんなプレイヤーに課金させるのはちょっと難しいのかなっていう風に思いますし、だって難しくなってくることが予想される中で絞ってくるっていうのもまた考えづらいのかなっていう風に僕は思うんですよね。そういう風に大方のゲームを動かしている方も思われると思いますんで、提言されたからこそ進撃の M4 の反省を踏まえて実装するというそのパターンですね。進撃 M4 の場合はすぐですね、金券での再販ができるわけではございません。
ございません。一回その権利会社の方に、進撃の巨人の権利を持っている会社の方に問い合わせて、ちょっと販売から買いたいんですけれど、いいですかっていう風な許可を取らないといけないんですよね。で、あの期間の中、2週間という期間の中で、その許可を取って実際それを実装するまでタイムラグっていうのが生じるわけじゃないですか。多分2週間超えちゃうと思うんですよね。だからこそ、進撃 M4 の再販というのはできなかった。ですけれど、その反省を踏まえて、KOF の方に関しましては再販していく。これは十分考えられる流れかなというふうに思いますね。まあ、課金させる方を選ぶのか、一人当たりの課金の単価を上げることを選ぶのかっていう部分考えていきますと、すごくね、惜しい部分なんですよ。どっちでもいいなっていうところですので、まあ、どっちを取るかっていうのは、ま、ほんと運営のさじ加減なのかなっていうふうに思いますね。人気タイトルとかやったら、よりその、例えば、進撃みたいな、そのタイトル自体が人気なのであれば、まあ、別に進撃 M4 みたいな感じで売らなくても課金はしてくれると思うんですけど、KOF の場合は、タイトル自体が強いわけではないんで、そこ考えていきますと、課金させる方を選んだ方が、僕は賢明なのかなっていうふうに思います。そして、どの部分を見ればですね、実際その、金券販売していくかしていかないかっていうのが分かるのかっていう、その判断できる要素についても話していこうと思います。進撃 M4 が販売されなかった前回の進撃コラボの少し前にですね、違う拳銃というのが販売されてました。ちょっと画像出しますけれど、こちらですね、はい。アンケートの方がありまして、このアンケートで1位になった拳銃が金券で再販されますよっていう、そういったイベントがありました。この時は画面にも映っていると思うんですけれど、新春 M4 の方が金券でですね、再販されたといった感じになっています。いたわけなんですよね。で、これがあってからの進撃コラボでした。まあ、その金銃に対しての課金能力、課金させる能力っていうのが、まあ、下がっていたことがわかるわけじゃないですか。金銃金券で販売して、また金券で販売するみたいななってくると、どうしてもその新春 M4 を買った人が進撃 M4 も買うみたいな流れっていうのは下がってしまうじゃないですか。まあ、もちろん買うよって人もおると思うんですけれど、どうせやったら新春 M4 を再販しなかった方が売れると思うんですよね。まあ、なんで皆さんですね、まあ、そういった例えばまあ、空母式の違う金銃だったりとか、また他のまあ、単価の高いですね、スキンが金券で販売された時っていうのは、その後の KOF の空母の復刻っていうのは、金券販売っていうのは、あまりその期待できないというふうに覚えておくといいと思いますね。まあ、KOF が来る前に、単価の高いスキンが金券で売られていたかどうか、ここを見て再販するかしないのかっていうのを判断していくといいと思います。では今回も皆さんの疑問や質問にお答えしていこうかなというふうに思います。まずこちらですね。公演運営ってリュックとかボイス金枠にして、金枠確率と確定枠取っているのキモいと。まあそうですね。最近は金枠全体の合計の確率ってのは上がっているんですけれど、まあ、なんだかんだですね。まあまず車両の確率ってのは全く増えてないですもんね。2年ぐらい増えてなくて、0.2% とか 0.3% という風になっております。そしてまあ10スキンの確率すべて合計しましても、まあ、だいたい 0.6 から 0.19 ぐらいですね。はい。高かったら 1% ぐらいなんですけれど、そこもその大きく変動があったわけではなくて、まあ重要なアイテムっていうのは実はその確率っていうのは全然増していないんですよね。まあうまく金枠のアイテムを増やしてごまかしていると。まあ、どうでもいいアイテムを金枠にしてですね、まあ、ごまかしているっていうのが、まあ、現状の公約行動で、まあ、それがいいのかって言われると、まあ、微妙なところかなっていうふうに、まあ、思いますね。うまくごまかしていってるなっていう感じで、まあ、悪いことではないかなっていうふうに思うんですけれど、僕みたいにその解説する人がいると、どうしてもバレてしまうよなっていう、そういった印象はあります。まあ、そこのね、あの、確率の部分は、まあ、うまくごまかしているような企業ってのは多くて、例えばセブンイレブンが弁当の量を少しずつ減らしているとか、まあ、そういう部分でごまかしているっていうのは、どこでもやっていることで、一企業としての戦略なのかなっていうふうにも思いますね。嫌だったらお金を入れなければいいんですよ。で、次ですね。なんかナビのところに2000万ダイヤもらえるイベントがあったんですけれど、解説お願いしますと。まああれ1月15日に終わってますからね。なんか金銃機スキンとかもらえるやつでしょ。最近なんかナビにあるイベントとか、LGP のイベントとか、僕らがはしごを登って頑張ってからミッションこなして、OK、これで条件達成した、もらえるぞっていうふうになった途端ですね、はしごをバーンって外されるみたいな、そういうことがあって、結構そのナビとか NGP 関連はそんなんばっかりじゃないですか、この1年ぐらい。紹介する意味があるのかなみたいな思ってですね。ただその金銃機スキンがもらえるから金銃無料でもらえる裏技みたいな感じであったところで、結局そのはしごを外されるんだったら紹介しぞんじゃないですか。僕自身も個人的に興味があまりなくてですね、紹介してないですね。僕情報系実況者ですけれど、まあ、あくまで自分が調べるのが好きだからまとめているっていうだけで、自分が興味ないことは意外とまとめてなかったりするんですよね。例えば新マップ情報とかあんまり出さんでしょう。最近1本出したぐらいで基本的に出していないと思います。まあ、そういう感じで自分が興味のないことっていうのは基本的にまとめないようにしていて、結局そのはしごを外されてみなかったじゃんっていう風になるのも僕としては納得いかないのでやってないっていう感じですね。